はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あのね、めっちゃ痛いんですよ、足が。もうね、ほんまたまらんですわ。もうね、何してでもね、痛いんですよ、ほんまにね。どんな体勢してても痛いんです。まあ、強いて言うなら、その仰向けでね、寝ているのが一番マシで、こう椅子に座ってて、この股関節が曲がってる状態がね、一番痛いんですよ。あとね、もも上げをするような動きとするとね、その太もものね、裏側がね、パンパンにね、突っ張る感じです。まあ10秒から20秒の間隔でね、5秒間ぐらい痛いのがね、続くんです。もう嫌な痛みですよ、ほんまに。あのね、こうズキーンとかね、ピシピシとかね、グリグリグリってね、もうそれらのどれかがね、やってくるんですよ、ランダムでね。まあ、その縄跳びやね、ウォーキングをしてる途中はっていうのはね、そのちょっと慣れるんですけども、薄れるんですよ、痛みがね。でもその柔軟体操はその痛みが出てきて、ほんまにできません。でもね、今日は痛すぎるからね、朝のウォーキングも縄跳びもね、やめときました、ほんまに痛いんでね。ほんで、まあその僕のね、悪い癖なんですけどもね、まあ、ついその気になったらね、ついつい調べてしまう、その調べ癖っていうのがね、出てくるんですよ。検索ワードとしてね、その腰、太もも、膝、足首、しびれ、痛みでね、調べたらですね、あのね、座骨神経痛っていうのがね、出てきまして、まあ、書いてある症状もね、結構似てるしね、原因もね、座りっぱなしとかね、猫背とかね、足を組むあぐらなどがね、当てはまってたんですわ、結構ね。で、ほんで昨日ね、そのお風呂でね、体を洗うまでちょっと気づかなかったんですけども、その左膝のね、その側面にこう出っ張ってるところの骨のところのね、表面をね、その覆ってる皮膚のところの位置のところにですね、そのね、なんか水ぶくれみたいなのが出てきて、そのね、僕は座骨神経痛で痛いもんやなって思ったんですよ。で、そうじゃなくて、その慢性 GVHD によるね、その水痘対人方針かもね、知れないんですよ。ちょうどこの、先ほども言いましたけど、この膝あるでしょ、膝の、まあ、ちょうどこのここのところ、この出っ張りの部分のところの骨のところがね、あの皮膚をチラッて見たら、水ぶくれがこうプツ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 って出てたんですよ。そう、今までは出てきたことはなかったんですけどもね、そのね、骨髄移植後のね、1年から2年の間でですね、その帯状疱疹のウイルスがね、こう再活性化がね、こうしばしば認められることがね、あるみたいなんですよ。でも僕はそのまあ2018年の8月にね、骨髄移植をしてからね、まあ今で今日で1年10ヶ月弱がね、経ちましたので、まあ時期的には発症はね、なくはないんですよ。だからね、その病院からはね、もう何も言われてなかったの、聞いてなかったので、もう言っといてよ、教えといてよって感じですわ。まあまあ自分でね、こう調べてなかったから、知らんかっただけやったんですけどもね。でもまあ症状が出てない人とかもいてるんで、もう誰も悪くないんですけどね、もう。でも出るもんはしゃあないですわ、ほんまに。はぁ、痛い。でそしてね、まあ、そもそものね、その帯状疱疹どんなもんなんかっていうのね、知らんかったんで、ね、調べたんですよ。で、帯状疱疹のね、症状ね、まあ、個人差がありますのでね、まあ、多くはね、初めにその皮膚にね、神経痛のようなね、痛みがね、起こりますと書いてありますね。で、まあ、痛みはその皮膚の違和感や痒みね、あとしびれとして、まあ、感じる程度からね、まあ、ピリピリズキズキチクチクってね、針で刺されるような痛みや焼けるような痛みまで様々ですと。で、まあ、その後水ぶくれを伴うその赤い発疹かがね、体状に現れて帯状に現れて、まあ、徐々に痛みが強くなって眠れないほどの痛みが伴うことがありますと。まあ、強い痛み、皮膚の症状っていうのは、主に体の左右どちらかに見られて、3週間、4週間ほど続きます。で、ほんでね、これ、その子供がなる、その水疱瘡とね、同じウイルスらしいんですわ。でね、こんなことも書いてました。帯状疱疹は、体内の水痘、帯状疱疹ウイルスが活動を再開することで発症します。主に子供の頃にウイルスに初めて感染すると水疱瘡を発症します。そして水疱瘡が治った後も、ウイルスは、脊椎から出る神経節という部位に潜んでいます。
普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられるため発症することはありませんが、免疫力が低下するとウイルスは再び活動増殖し始めます。そしてウイルスは神経の流れに沿って神経節から皮膚へと移動し、体上に帯状に痛みや発疹が出る帯状疱疹を発症しますって書いてあったんですよ。いやもうまさにこれでしょ。もうこれですやんねえ。痛いわもうほんまに。確かにね、神経痛の痛みなんでしょうかね。これもまたね、調べてみたらね、座骨神経に沿ってね、痛みが出てました。でその神経に痛みが発してるから、もうほんまに座骨神経痛と思ったんですけどね、皮膚に水ぶくれが出てきてね、帯状疱疹のね画像をね調べたらね、よく似てたんですよ。慢性 GVHD でね、僕の今のね、その時期的にはね、発症が考えられるので、自分の中ではね、ほぼ確信してます。なんか知らんけどね、安心してるんですよ。まあ、痛いけど安心してるってね、おかしな話ですけどね、時期的なね、症状としても考えられますし、免疫抑制剤が減ったからとしてもね、考えられます。そしてね、まあ、その免疫抑制剤が減ってから、もう今日でね、2週間ぐらいがね、経つんですよ。でもその免疫抑制剤が減ると GVHD がね、その少し激しく出てくるのはね、ほんと承知の上なんです。まあでもね、今はこれぐらいで済んでてよかったなと思ってます。いやあかんけどね、あかんけど、まあしゃあないですわ。帯状疱疹の座骨神経痛の痛みはね、その3週間か4週間続くと書いてたので、まあ、その頃になってくると、もう大体ね、次の通院の日なので、その様子をね見ておきます。まあよっぽどやったら、あかんけど出たらね、すぐそのなんていうんですか、皆さんにはこのなんか症状が出たらすぐ病院にね、連絡してくださいってね、言うてるのにね、まあ僕もその、まあ、ちゃんとね、病院に連絡して相談しています。まあね、そんな感じで、今日はね、ほんまに痛いので、これぐらいにしておきます。今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがね、よりたくさんの人々とね、よりたくさんの患者さんに届くことをね、願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。